井戸端会議的なマーケティングとしては、ものすごくいいんじゃないかなと。音声だけっていうのは、流れで聞けるんですよ。 はいどうもこんにちはマスターです今日はですねクラブハウス活用法ってことですねどういうふうにマーケティングに取り入れていくのかということをお話ししていきたいなというふうに思いますけれども、はい、クラブハウスやってるんですか出た当初にちょっと聞いてたぐらいでそれこそマスター先生のやつ聞いてた <laughs> そうなんですそれぐらいでそんな <laughs> はい回してない活用する人たちはやっぱり何千人とか何万人とか何百万人とか動員してクラブハウスでいろんなことやってますけれども僕も出たての時は本当にもう毎日ほど やってましたけれども、うん、最近はねマーケティング目的でやるようになりましたんで、うんはい、少しずつやってますけれども昨日ね,ね僕はあのね焼肉連れてっていただいて何度も金払ってるけどね <laughs> <ー>クラブハウスでみんな知り合ってオフ会で会ってっ何が起きてんねやと思ってでそれで聞いてみようっていう議題ですね なるほど。はい、ビジネスで使っていくんだったら例えばリスト流入どっから例えばお客さんにこのマネタイズをしていくかとかですね、まあ、そういうことも含めてなんですけれどもこれは素晴らしいバイラルマーケティングだとバイラルバイラルバイラルマーケティングって聞いたことありますかクコミティブなんでで、すよ。<ー>はいクラブハウスはです、ね、結局ののとここころ、はい、あの人を何時からどこどこで こんなこと話してるみたいし、一回聞きに行けへんみたいな感じの井戸端会議的なマーケティングとしては、ものすごくいいんじゃないかなと。例えば僕と森田先生が今こうやって喋ってても、YouTube でどんなこと喋ってんのかなっていうことを音声だけで伝えていくこともできるんですよね。ホリエモンさんなんかはすごくうまく使ってて、YouTube チャンネル、ホリエワンやってる時に、クラブハウスも同時配信してるような感じなので、音声だけっていうのは、流れる 聞けるんですよ。2、30分どっか移動していくときに、なんか面白いチャンネルないかなと思ってピッて見て、僕、アメリカの方たちだったりとか、まあ日本人じゃないクラブハウスをよく聞くんですけど、全然話の内容なんかわかってへんくって、例えば9時から始まって9時20分ぐらいに入っていったらもう話も結構盛り上がってる時ときに入っていくんで、いきなり何にも話聞かんと手とか上げたりするんですよ。はい、そうそう、そんなとかでこう入っていったりとかして、こう参加型、 しかもなんか出ていくのも自由みたいな、はい、テーマがあり、それでまあ流入をしていく。で、これはもうホストの人たちが、 どういう目的でやってんのかっていうことがすごく重要になってくると思います。いや、寂しいから、ちょっととりあえず喋り合えてほしいでもいいし、ご存知のように、このクラブハウスとか iPhone とか今、Galaxy とかでもできるようになったのかなどういうふうにインスタだったりとか、ツイッターだったりとかにこう流入をしていくのかあの、Facebook とやっぱり相性悪いみたいですね。<ー>なぜかわからないですけれども、クラブハウスのリンクを Facebook に貼り付けたりするとだん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 フェイスブックの流入も悪くなってくるという<ー>陰謀説があるんですかねフェイスブックのマーク・ザッカーバーグとクラブハウスやってる2人の創業者が仲悪いとかそんなのあんのかなと思ってフェイスブックはよく聞きますね投稿自体にリンクとか入れてるとフェイスブックの露出は減るっていうやっぱホストの人たちの目的じゃないかなって思いますよねうん、うん、クラブハウスはなんでやります<ー> 幸せ例えば自転車移動中とか最高ですねはいそうそうそうだからそういう感じセミナーに行けへん人たちだったりとかためになる話は聞きたいけれどもちょっとお金出してまでとか、えー、ちょっと自分の名前を出すのはっていう人たちに対してはすごい認知活動になるんだと思いますあ絶対うん何する時でもこのクラブハウス活用法はやっとけばよかったなと思うぐらいこう今音声をやっとけばよかったなと思うぐらい撮影しながら普段例えば 例えば僕たちが喋ってることとか、はい、あれ結構音拾うらしいんですよ。焼肉屋対しているとちょっと無理だと思いますけど、多分10しか入らないと思いますんで、えー、自分はここにいて何をしてる人ですよっていうことを誰かと一緒にくっつけたりとかして発信できるっていう、はい、世界中にインターネットラジオを今すぐ始めましょうみたいな感じですよね。えー、それで、ね、こう流入を増やしていくんだったりとか、 マネタイズをしていくっていうのはすごくいい方法だというふうに僕は思います。いろんな説があるし、それが正解かはもちろんわからないですけれども、自分たちのなんか持っているチャンネルとか、プライベートな話とかっていうことを喋っていって、それを世界中に流していって、そして自分たちのこのインスタに流入していって、で、インスタでコンテンツを充実させていって、だいたい半年から1年半ぐらいで入ってきたお客様たちから何百円か。 何千円かっていうことをもらったりすると、すごくいいバックエンドのセールスっていうのはできるんじゃないかなっていうふうに思いますから、はい、僕自身はそういうふうに活用してますけれども、上手な人たちは、すごい大物ゲストを呼んできて、勝手にタグ付けしたりするんですよね。 誰かにくっつけて、で、それで、こう、小番ザメ商法っていうんですかね、ぐわって取っていくみたいな。で、それで流入していき、マネタイズしていって、で、なんかあの人面白いなぁ、みたいな感じでやっていくって感じですよね。この活用方法は無料なんですごいよね。よね個人脈を作っていく時とか、あとは自分のことを覚えさせる時とかっていうのがあると思いますけれども、しかも気軽さがあるんですよ。参加する気軽さ。直接行かなあかんとかもないし、自分 自分たちでいきなり入っていって喋りましょうもないし、はい、聞きせとかでもできるわけじゃないですか、はい、そういう感じなんで僕はものすごくこれはもうどこの 例えば、フロントからバックエンド、こう見込み客を集めるとき、もしくはコンバージョン、何かこう入らせるとき、フロントからバックエンドまで、全部をクラブハウスでできるんだと思います。役割的に、見込み客を集めることもできるし、何かセールスして制約することもできるかもしれない。三つ目は、その、ファンに対して、ファンサービスみたいな感じの LTV のサービスとして、できるっていうのもありますから、すごいものを見つけたなと思いますけれども、ただ、気をつけなくちゃいけないのは、 いつでも向こうが抜けることができるってことですよね。せっかくこんだけそれはできたのに、何にも返事なく。 ぴゃって抜けていけるっていうのが、この SNS チャンネルの素晴らしいとこでもあり、酷なとこでもありますよね。そう、いきなりさ、会いたい人に会いに行きますとかつって、ぐわファンが来てんのに、もうなんか何にもようずに、いきなりしれーって、ゴーストみたいにいなくなることなんていうのは、僕はクラブハウスやっててよくありますんで、いろんな人たちと話せることもありますし、ビジネスの流入だとかからマネタイズメントまでできることはできますけれども、真面目にやろうと思ったら、一番最初はやっぱ目的をやっぱり持って、やった方が、比較的長く続ける。 られるし非常ににいいいいいんじゃないかなかという,ふうに思いますぜひですでね自分たちをですねことを世界中にうわさせるためにですねどん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 このバイラルマーケティングですね口コミマーケティングですね活用していただけたらなというふうに思いますこんな感じで是非ですねクラバーハウスですね活用してみましょうじゃあまたお会いしましょうさよなら <laughs>